黒文字になっちゃってるし乗っ取られちゃってる。まあ行くか。お、オカミや。身分を確認してください。おー、戻ってきた。夜が来ました。目を閉じてください。ちょっと戻ってくる間とか。お、池だ。タス大丈夫そう。タス切り消えました。いけたかな。いけたなら演者が OK。よかった。味方が不調じゃなくて。全幅すんの。じゃ楽しくねーって言おうとしたこれ楽しくねーってなんか、わかる？イントネーションだけで変わってくるやつやん、これ。あかんわ。9番。9! はい、お願いします。まあ、人に、他人に心象をつけることが自分の色もついていくことになると思ってるから。うん、あのね、なんて言ったらいいかな。なんか、例えば1番が9番に対して、なんか心象いいだけだった時って、で9番からじゃ、に対して何が心象いいのかがわからないから、なんかそれがなんか人外の心象、なんか人外の印象操作に俺を聞こえてしまうタイプだから、うん、なんかその理由と結論をワンセットで欲しいかなって人に襲ったときは思いますね。はいはいはい、はい、話しちゃうで。まあそれを設定していってほしいかなと人に精査つけるときはって思ってます。んな感じですね。あ、それ謝るからいいよ、まあ、頑張りましょう。夜会話で1番。いやこれ俺も切腹しようかな。発言してください。まあ理由が大事ってことですよね、9番さんが。5番ことは、あ、OK、ただ単になんとなく印象いいじゃダメだよってことですね。まあそれはわかるっすけど、うん、まあ、直感も直感でまあ大事な部分はあるんすけど、まあ確かに理由が大事だと僕も同感っすね。うん、うん、だからといってまあ9番は2周目1かなと思ってるっすけど、まあ占いとか霊能は1周目にできれば出てきてほしいなと思うんすけど、うんうん。って感じですかね。まあ、この位置なんで、まあ、なんか、あれなんですけど。まあ、霊能は基本釣り切りかなと思ってるんですけど、相当なことない限り、でも一番なんか新規命中はなかなかできないと思ってるんで。はい。って感じで、2周目頑張ります。何か持っている、そんな感じがする。発言してください。僕は単体ライン、あの、西尾手と場合、単体ライン、グレー先、白先、全部見てきますね。うん、それセンサーするかなーって。今の段階では9番さえ色落ちしないんだけども、別に。何だろう、今使用した。ごめん、ちょっとイヤホン外してた。僕の感じた感じだと、うん、村があるのかな。村リってか、村要素が あるのかな、フィーリングで。だから1番さんに関しては、なんで、西を、あの、霊能出た場合って、今、その話をしてるんだろうって、いうふうな、うん、直感的に、普通に思ったかな。うん。2霊能出ないかもしんないじゃんって。うん。うん。僕は、あの、占いは、あの、1周目に出てほしいけど、一番さんと違うとこが、2周目から霊能はいいと思ってる、正直。以上です。うん。3番のプレイヤーは、発言してください。はい、お願いします。まあ、9番2周目1と思ってて、まあ、感覚一番が、狼っぽくないなと思って、まあ、2番、なんで？俺ちゃうで。はい、その規模ってなんで？違う、俺ちゃうで。俺が？俺ちゃうで、俺売ってへんで。俺がのまたまどうかってこと？俺売ってへんよ！こと？この間同損したじゃん。あ、嵐チャットか。そう。
さっき言った嵐か。じゃ違うけど。鳴らす、あ、ちょっと延長させてね。ちょっと延長します。あの、うん、帰ってきた。ごめんなさい。2番の一指摘は俺は分かんなかったっていうぐらいです。はい。うん、人口予想じゃないと思うから、その2番の1番のする要素はね、だから2番の。そう乗っ取られた、ちょっと！のかなと思ったぐらいです。無視しよう。のプレイヤーは発言してください。はい、にしろ、にしろ。なし、にしろ。にしろね。まあ、絶対6つで。チャット、いらないし。で俺ちゃうで。そう、いらない。あのね、ゲームになってない。俺じゃないよ。そう、人海で釣り寄されたクソや。こんなクソみたいな世界俺嫌や。よかったね。すっげえつまんの。六釣り。頼むって。俺自分で弁明しなあかん、まず。俺チャットしてんの6じゃなくて多分10だから6関係ないと思うけど。ありがとう。うん。まあそうだな、俺2番さんが1番さんに指摘してた今、うん、霊能の話するかどうかっていうのは1番目線9しか喋ってなくて、うん、余った時間で1番の思考開示しただけだと思ってるから、うん、指摘の内容はちょっとずれてるかなって思うけど、うん、まあそれに突っ込んでた3番は目線近いかなって現状思ってます、うん、まあどの道その辺の人たちは2周目1だと思ってるので2周目の意見よく聞いてから決めます。はい。あと9番さんに関して思ったのは、9番さんは言葉変えて言ってるけど、白要素、白上げ要素をするとき、その内容言えってことだよね、多分。はい。6番。はい、6番です。占い師、7番白です。6から7白把握お願いします。チャットに関しては僕じゃなくて乗っ取られてるだけなんで、そこは村の皆さん申し訳ないです。僕本人の意思で言ってるもんじゃないです。はい。で、現状、7番に白が刺さってて、まあ、4番が太鼓なんですが、あの、5番は、あの、まず唯一僕のチャットの語弊を砕いてくれたから、あの、すごく印象がいいです。これは別になんですが、今、白先は2番なんですが、4番が強靭やとしても、2番が狼やとしても、9番の相方ってないかなって思ってて、そもそも2番が9番のうちで霊能に攻め出ていいんちゃうかっていうのは、2番と9番で、なんか狼であまり、なんでしょうね。9番に圧をかける構図。2番が9番のことをどうでもいいような扱いしてるから2級のローローってないのかなと思いました。これ4番強靭で2番の狼像の時ね。まあ別に2番に狼要素がなあったとかそういうわけじゃないよ。あくまで家庭の話。7番のプレイヤーはめっちゃ言われてる俺。発言してください。はい、どうも。4番にしろ。6番7しろ。把握しました。はい。そうだなぁ。あ、そうだ、僕、カリエドなんですね。カリです。だからもう、ね、噛まれるだけです。狼に、噛み打ちとして提供しまーす。その代わり、縄をください。初日7番に縄ください。お願いします。8番のプレイヤーは発言してください。8番です。1名お願いします。村人 GA です。僕はね、まあ、どこがね、怪しいかと思ったかというと、まあ、7番さんですよね。で、次に怪しかったのが、6番さんですね。その次に怪しかったのは、5番さんです。理由に関して説明すると、7番さんは、盤面を把握しておらず出てくる、ね、もうなんか偽臭い狂人でもあるかなと。6番さんに関してはね、まあなんだろう。5番さんに対してね、チャットをどうのこうので、5番が印象良かったっていうのはないですね。で、5番さんに関しては、考察がね、6番さんのことだけで落ちてなかったですね。まあそういった観点からそうします。9番のプレイヤーは発言してください。します。
いや、なんかこれ10人目のプレイヤーいんの受けんな。3例のね。1番が1白。ま?あ、いや、もうだるいって、もう。いや、じゃあ1番がじゃあ占い師をしてるんだったら言ってくれ。6番は7白でとりあえず話進めるな。とりあえずな。え、7番って騎士なんじゃないの ?8 番が指摘してたけど。このゲーム、え、この村ってだって村すらなしなんだから、ないよねって思ったから、まず8番が7番に指摘したのがまず率直にえって思ったけど。でもね、6番がね、5番が、5番の指摘あ、ごめん。6番のね、なんか開口1番のね、5番が6番に対して、その俺のあれを汲み取ってくれたから、心証いいですわね。10人目のプレイヤーが言う通りだけど、その通りなんだよね。いや、ポカリ美味しいだろ。はい。って思いました。まあ、率直にね、1番、一周聞いて話聞いて、はっと思ったのは6番の5番が心証いいだったから、まあ、変かなと思ったかな。まあ、もうちょっと言うんだったら、5番に関して2番が変っていう、3番の2指摘が変って主張するんだったら、4番が2白打ってるわけだから。っていうところにも、まあ、話が普及するかなとも思ったから、まあ、ちょっと引っかかったマイクビュードしてた、声。はい。まあ、ありがとうって思うやん、5番がさ。進行論、うんぬんのからっていう主張だったけど、特に5番とかが。12人目の会ちゃった。まあ、別に。まあ、あと5番がちょっと俺の発言熱をではないけど汲み取れてないのが、まあ、理由をつけるとき魚強さは別に白だけじゃないから、うんうんはい、1番のプレイヤーは発言してください。はい、まず聞こえてますか？聞こえてたらちょっとチャット欲しいんですけど占い4白チャット打ってたんですけど、僕9番の時点で俺が打ったらおかしいな、おかしいな、占い4白なんですけど4白それもチャット出てました。4やん申し訳ないです、なんか後から出てきてチャット見えてましたから、例のどこや、占い4白で、どこやったっけ、まあ、潜伏してた理由はめっちゃ早い位置やったんで、3、4番目作れたら順大2人炙り出せるなと思って潜伏しました。で4番僕目線いやかわしいなこれで6ロー確定なんですけど僕4白なんでまあ4番に対してはまあ、まず6番は、まあ、9が言ってた5がなんでチャット言ってくれたから白いっておけるのかようわからんし、4は白いといて印象よく見えたんですよね。うん、じゃあ4は2白やのに、俺のチャット入れてもバレへんやろ。それどういう構図ですかって気になったんですけどね。4は自分の白先にでしょ、で4は3白いって言ってるのに3は2いただいてるんですよ。で、その構図が全然説明できてなかったんで、まあみんな目線にして終えるかなと思ってるんですけど。うん。今日まあ3、4、4出てるんで、占いしてほしいんですけど、まあ僕目線6つってほしいですね、うん。それで色見えるんで。まあそれはな。それで暗いたら僕シーン終えるんで。はい。って感じですかね。2番。5番飛びそう、ごめん。プレイヤーは発言してください。3番が潜伏した理由も6を釣りたいっていう理由もすごく明確だった、うんうん、俺も6釣っていいと思っている。カリエドだったらさ、もう7、ね、あの8番さん7番さんチャットのせいで俺だから、チャットのせいで俺にせなってないこれ違う、これ8番さん狩人あるんだったら出てきていいんじゃないのって俺思ったよ、うん、この7きその番目で7っちゃってもいいんじゃないかって思うぐらい8番さんっていうのはしっかりしてたから、うん、うん、あのカリウドさんさ、ここで乗っ取り防止のためにもカリスラマジやめて、おかしになるからだったら出てきて、そうすれば全人外露出するから、まあ、今日6釣りかな、占いローラーかけちゃおう、うん、色見てもらおうぜ、普通に1番が本当のことを言ってるのかどうか、1番が人狼だったら人狼で6の色って4、6の色わかんないし、そしたら1。なんか、チャットのせいであかん。なんか俺もうすごい2000人見られてる。すげえ調子くるわ、これ。発言してください。どうしよう。はい。6番を指定します。指定を打ちます。6番絶対打ってください。まあ、死んと思ってないです。で、7番さんは、まあ、俺護衛してください。で、しゃあないよ。まあ、俺は構えたとき、
もし6番狼で俺が噛まれたとき、多分6番が狼だったときは多分相方5番と思ってるんで、あの絶対ご用意ください。まあ理由だけど、あの5番が、6視点で5番の印象がいいっていうのを、なんかあんまり、要素は薄かったんですよね。要素は薄いから。別に要素薄いとしろって。別じゃねえかそれって相方タッチっぽいから、なんか6は狼のときは5番が狼でいいと思ってるんで、絶対的に今日は6番を釣って自分にご用くださいそんな下手な絡みやったかここ2つあんまりいいんだよマジ8番が狼っぽくなく2番が狼っぽくなく9番の指摘も分かるからほぼ6号でいいと思っててそんな俺絡んでないぞマジあの一言だけでなんか考察限定がなんかこっちの視点考えてよマジでほんまにありがとうってなるやん。こういう人がいないっすよね。だから多分、タッチで6号っぽいんすよ。間違って申し訳ないですけど、今日は6釣りして、あの、6を指定します。はい。まあ、6は、まあ、偽でいいと思った。1周目のコース内容的には偽でいいと思ったんで、まあ、6を釣ります、今日。で、あの、カリオド絶対ご用くれ。はい。あと、あの、もし6は白結果だったとき、責任持つんで、あの、ご用だけください。はい。今日指定します。6を釣ります。4番のプレイヤーは発言してください。4度1強。6位置ってあるのわかんないけど。6を玉ちゃん。6は、まあ、6は絶対陣がね、もう完璧。8かな、ラスト。1も、はいはい、もうチャットもいらないから。ね、で1もね、めっちゃ怪しい。俺じゃないねんってチャット打ってんの。はい、惜しいね。俺じゃないねんって、マジで。6号なの。そう。なんか6、1やってるかなっていう気がするんで、まあ8、9は分かんない。まあ、いきますけど、まあ、絶対6ね。5番のプレイヤーは発言してください。4も人外っぽくね、1進じゃね。4目線6号って言葉出るのがまずおかしくて、うん、1目線さ、なんていうの、4にしろだから。6狼軸で考えられると思うけど、うんうん、4目線なんで6が狼軸になってるのかわかんないし、4も偽じゃね。そうしたらこれきついな。6つって4つればいいんじゃないって思いました。グレーで怪しい1っていうのは特段ないけど、まあ8、9、2の中だったら、まあ8番さんが7に突っかかってるのはちょっとよくわかんなかったなって思いましたけど、うん、仮使用した人に突っかかるのって無意味じゃない？仮対抗出てきた時ってクロスボールが強い盤面だし、仮でまず対抗出ないと思ってるから、8が7に突っ込んでるのはよく分かんなかったかなってぐらい。以上です。6番、あのそもそも5番に白いとは言ってなくて、4番の対抗がね、もうむやみに僕がチャットしてんのに、僕がチャットしてるようにかさせられて、5番が、いや違いますだっていうか、あ、5番さん救ってくれてありがとう、この気持ちですよ、僕は5番に対して。言ったら、5番が白いと全く言ってません。現状1強の4番狼やと思ってて、4番の相方8やと思ってます。理由言いますね。じゃあ、現状で皆さんの視点で1番が深夜というのであれば、じゃあ4番強人っていう視点になりますね、1が4知られた。皆さんの視点ね、あくまで。の時に、じゃあ4番の強人が、じゃあ1深夜と思ってるから4番白いで4番強人の時に、よくわからない、初日にね、6番釣りますなんて言いますか？やから、4番狼で、6の白を知っている4狼で1番狂人が囲ったって世界線だと思ってて、で、ラスローが8かなって思ってます。まあ8はもうそんな、まあ7に突っかかるのは今5番が言ってたけど、それは別に8番の思考の中で記者に締めから出るもん。これに関しては、8番の言ってることが正しいと思ってる。少なくとも7番が何者かわからんのに、一瞬目の段階に出てくる。これはなかなか奇想天外な動きやから、理解できひんから8番が7番に対して突っかかる疑問を持つことはわかると思っている。しかし、そこじゃなくて、8番の狼要素っていうのは、そもそも7番と6番と5番が怪しい。6番は、何やったっけ？チャットをしてるから。
5番が6番にしか触れてなかったから、そもそも5番って少なくとも2、3に触れて最後に6番のチャットじゃないですよって言っただけだから、8番がおかしいです。だって8番が狼とってます。きつい7番きついのプレイヤーは発言してください。きつい、電子レンジになっちゃってるわ、めっちゃきつい。どうしようかな。こいつ話聞いてへんやん。マジで7番。俺が今こんだけ全力のパッション出したのに。俺めっちゃ頑張って考察したのに、あかんって。狩りは聞く耳持たねえ。どうしたらいいねこれは。8番のプレイヤーは発言してください。やっぱり6番さんが大組、5番さんが大組かなと、2周目思いますね。理由に関して説明するんですけれども、うん、5番さんは4番さんの指摘を受けた中で4番にしてでしょう。で、6番が釣って6番ダメだったら4番でって、6番釣ってダメだった時って1番さんしかないんで、うん、せやな。で、4番さんがね、知る結果だった時に6番の芯が、少なからず折ったりとかね、4番が進化外科っていう星座で1番は破綻するんで、そう、1番を残す意味が僕は分からないですね。そしてやっぱね、何よりおかしいっていうのは6番さん熱をしてるんですよね。5番さんがチャットをねしてとか言ってるんですけど、いや5番さんが6番のそのチャットのことを言っただけなんで、6番さんが5番さんにそんなに印象操作でよくそんなおかしいから、はい6ずり。いやだから別にええやん、それは6番ありがとうって、いや救ってくれたってなるやん。マジで意味わかんねえそれ。投票を始めてください。え、マジで意味わかんねえそれ。はぁ、最近のプテムラかっこよかったわ。今ボロボロです。この試合ボロボロです。狼で勝率飛びます。6番のプレイヤーが選ばれました。6番あんじゃ、7番が護衛するかどうかわかんないんで、なんでそれがわかんねんって。まだ見てへんやん結果を。7番が護衛するかわからんから先言っとくね。1番狂人で4番狼やと思ってるから、それは8番が5番に言ったことはまっとうです。まっとう。6番が偽っぽく4番も偽っぽいから、やって1番が真やと思ってるなら6番で白結果出た場合1番を釣る、これは8番を釣ることが正しいです。しかし8番はね、初日の段階で6番なんでわかんねん、それがちゃうって、めっちゃ死んじゃう。で5番がね、5番の発言で、そもそも最初の発言は9番、2番、3番の発言から、この指摘はおかしいですよね、とかいう発言やったんですよ。に対し、5番が、最後の最後で6番のチャットじゃないですよ。これが、新章言ってただけで、俺、白いとは全く言ってへんのよね。だから、8番が熱動してます。8番狼やと思ってるから。夜が来ました。目を閉じてください。なんやねん、この村。誰がどうチャットしてるかもわからんわ。俺、てか、なに今、人狼仕様さりげなくした気するけどな。てか、フランス人さん、こんにちは。いや、違う、合ってる合ってる。客観的に見たときに、1番が、じゃあ6番で黒結果釣れた場合になるから、1番釣るのはわかるけど、5視点でね。5視点の話やから。ニナは、いや、これニナはじゃないです。3番が飛びます。3番噛んでくれます、5番は。7番が電子レンジチンしてる間に、5番は3番噛んでくれます。新勝地いいよねってだけやから、ほんまに。
朝が来ました。5番頑張れ、3番噛んでくれ。昨夜おーし、いいぞ、また参る。また参る、いけるぞ、またいけるぞ。4番のプレイヤー、ご指導ご苦労。まあそうなるよね、ご苦労、まあ、ご苦労ないね。絶対ね、はい、そんだけいけるぞー。ご飯頑張ってくれ、頼めマジで。プレイヤーはあーダメだ、4進かよ。なんで4進なんねんて、3かまる6進あるてバカだれ。3かまれてたら1が進かどうかも村目線わかんないでしょ。6進どこ行った君の視点で。そういう時8番さんはどうするんですかね。さっきはなんか自信満々に6つって色がどうのこうので1釣ればいいっつってたけど、競馬してるマジで。お願いします。5番がのプレイヤーは発言してください。1個はさ、だいたい6000円ぐらいなんだけど、2個目買う、2つ買うと1つ目が2000円ぐらいになる。だから2個買うと8000円ぐらいになる。1個は自分で1個は売れるかなとなんか思ったんだけどさ、誰かさ、逃げ濃い人がいたらさ、じゃあ支払いは俺するから半分ずつ出そうって言っちゃうじゃん。いないんだよ。脱毛えいちゃんの7おばあちゃん、おばあちゃん仕様出てきたよ。うん、あまりいいの買ってもさ、だね、ここの歯がさ、8番のプレイヤー歯が発言してください。はい、僕は勝負をかけに5番いきますね。はい、5番いきます。あの5番はね、3番が噛まれて僕に対して6番の色結果が落ちない。で、その中でね、5番さんは4番進化。ああ、そうです。おっしゃる通りです。6番の進を追ってる発言をしてた中で、定かで、そもそも、ね、6番の進は追ってません。あなた2週目で。5番はそもそも。まあ、2日目か段階にならないから、5番進は1番が偽かもしれないけど、4番が偽の可能性がある中で、4進化っていう言葉、もうこれが一番ない。4が偽っぽいから4から言ってもいいんじゃねえかって発言、はい。昨日の2週目と9点直下してますね。はい。まあ、釣り切っても5番しかいけないから。この状況か、俺5番にしか、もう今日からもう1番決め打ってもう負けたら仕方ないと思ってます。すごい。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ8番のご指摘がまあ半分ぐらいそうかなと思うのが、5番視点で6番の色がわからないっていうんだったら、5視点6番のシーンもあるかもしれないっていうんだから、5視点6のシーンってないのかなって思ったのが1点と、まあこれ、まあ、ちょっとメタになるのかわかんないけど、6番の遺言中に6番黒打って、なんでそれがわかんねんっていう6番の主張だったけど、なんかその発言自体がもう6番の遺言を考えようと思ったから、本当にシーンないなと思って。いや、それはちゃうやろかな。それはちゃうて、なんでそれがわかんねんって職人色見やな、わからんでしょうって意味や。めちゃくちゃなこと言ってるよ、これ。6番がさ、シングルダイシュの時持ってる時ってさ、遺言自分が釣られてさ、喋ってる時にさ、6番黒なんて打たれたらさ、3番偽っていう言論にならないかなって、まずちょっと思ったのと。え、じゃあ3番偽はならんよ、それは。まあ、まあいいですわ。まあ、5番釣って終わんなかったら、多分8番になるんだろうけど。最速ピピですよ、それ。5番の詰め寄り方から、なんかあんまりここでか、詰め寄ったら勝ちっていう人外っぽくないなって感じてるから、なんか5番つったら終わるんじゃないかなって今結構。最速 BB 派て懸念しろて。まああと35へ入れなかったのも、まあ多分7騎士だったら多分考えてないんだろうけど、まあ多分6番が余裕言で発言してるから、なんか3よりも一番裏の結果が欲しいなと俺は思ってたから、結果的にこの番目はナイスだったかなと思ってるわ。はい、おい、まあ最速ペーペーやって、ペーペー進行釣りでいいかなと思って、ペーペー狙ってるで、ペーペー5番釣ってなかったら4進で、まあ、8番9番に色残せばって話だから、いや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 、その組み取りめちゃくちゃやってまして、はい、5番いくね。
1番のプレイヤーは発言してください。はい、もう発言延長する意味もあんまないんですけど、8球の言う通りですね。うん。まず、3噛まれるより今日、うん、僕噛まれる方が痛いと思ってたんで、3噛まれてくれた方がまだ楽です。多分7番は護衛してないと思う。7番はリア行でいいと思うんですよ。5、6、ロー、ロー、4強なんで僕目線。まあ、それやな。で、まあ、4と5の2要素としては、まず4が、1日目の2周目に、6も怪しい、1も怪しいって言ったんですよね。4目線怪しいじゃなくて確定人なのに、まあ、せやな。1も怪しいっていう、まず発言が出ない。シューランナーやったら。で、5番は、まあ、みんな言ってたけど、じゃあ4進かよっていう発言。なんで5番目線6進を追ってないんかなっていう。うん、なんで4進かよっていう発言が出たんが、まあもうそこで黒要素ですよね。なんで今日もう、別に占いとかかけていいけど、時間の無駄だと思うんですよ。結局5なんで。はい、もう5を自爆した方がいいと思うんですけど。3が見えか、2番の票が5か限り。じゃ少なくとも4番視点って。まあ9番が言った通り、6の進占いやったら、俺黒で安心っていう発言より、あ、じゃあ3、3偽じゃないっていう発言がまず最初に出るのが、3偽じゃないは違うって。4の2周目に1も怪しいっていう発言が、4目線1確定やのに怪しいっていう発言がおかしいんで、まあ、僕真剣に言ってくれたら5位って。3偽にはなあんて、5位ってください。マジめちゃくちゃやで。それそれは急に何が少なってんのって話。正直うんじゃ、1が 100% 真っていう確率あんの？俺も一進進これ取ったけど、それは3番が色結果見れるっていう想定で、あの6が黒だったらどうかっていう部分で、俺は一応進として一応見たよ。6の黒結果見たいから、うん、じゃなかったら1番3が破綻してるっていう。うん、そうしたら4番3進になれるからね。うん、1番3って仕事終わってんだぜ。6号人狼見つけて。うん、今日1ずつしか飲めねえ。わー、ありがとう。この状況。4番さん結果出てないよ。再検査、再生。ありがとうございます。神です。何8、9言っちってんの？あの、9番のがめちゃくちゃ黒くなった。あ、ありがとう。今回。今の発言で。91ロールあんじゃねえって。いいぞ。今日1ずり以外絶対。いいぞ。うん。1は真の理由って 100% ねえから。いいぞ。投票を始め。頑張れ頑張れ、マジで。3票、7票が放棄、7番放棄やから、いける、まだ参る、頑張れ、いける、いけるから、まだ参るから、頑張れ、3票、どう、よし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 、いいぞ、まだ参るぞ、まだ参る、まだまだ参る、いける、全然いける。1番のプレイヤーは発言してください。まあ2番の言いたいこと、言いたいことはわかるっすよ。でも結局占いローラーこのままなって、1、4がね、で結局2番はどこ行くんすか。僕4と5の2要素開けたじゃないですか。で先聞いてくださいよ。いいぞ。だって最速ペペ狙ってね、これ。最速ペペを狙ってね。6が5番今日7番カメやろ、4番が色結果出すやろ。6って言うけど、真どこと思ってるんですか、2番は。発言精査自体で。ま、場面で。今1級やと思ってる、今1級やと思ってるぞ。発言精査で4か6、真って終えるんすか、まず。めちゃくちゃ1級やと思ってるぞ。そこでしょ。9も見せたけど。9が黒くなったから。9、1ローローに見えるって言ったけど、発言精査で見てくださいよ。発言精査の結果やろ。で、まず、まあ、もう2回言うことになるけど、だって、3が6黒って言ってて、そんなん出ないよって言ってるんですよ。その前に、6がもし新占いやとしたら、その発言じゃなくて、あ、じゃあ3にせやっていう発言出ないっすか。言わんわ、3番まともなプレイヤーやのに。1目の2周目に、出るわけあるかんな、もう。1も怪しいって言ってるんですよ。4が新やったら1も怪しいってどういうことっすか。まあ、それやそう。感じでしっかり発言精査、ね。中身が分かってないよ、4は。で、5は1と6、打ち明け精査分かってないから。って言ってるんですよ。5目線、6、新もあんのに。って感じで、これで、一応、新置きできない理由がごめんなさい、わからないです。2番、はい、村の希望頑張ってくれ、頼む。発言してください。8番さんに何か言われたんだけど、5番は6番を新で1日目追ってたのに、
4が、あ、じゃあ1が5に黒出したから4進化っていうのはおかしいって言ったけど、俺の発言の中で6を死に見る発言ってありませんでしたけど。いいぞ！まあそういう勝手に作られて話が進んで、5番黒ロックされるんだったらまあしょうがないかなって8、9に関しては思いました。待てよ、この場面ってどうなの？だって6番って村の総意で釣ったんでしょ。6の信頼。5、なんだっけ。そのメタみたいなやつで。1番釣られます、7番かまります。3票、2票か。いける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 。2番の票回収して、1番、4番釣り切って、視点っておかしい。最後、5、8もしくは5、9のバトラスらいいよ。1、5、2、黒で。で、8か9どっちか噛めばいいわ。言ってる意味がわかんない。8、9に関しては。やばいなって思いました。いいぞ！始めてください。いいぞ、ここ投票。7番神が発生する。7番神発生するか？負けるやん。3票2票負けやん。ああ負けなかった。え、いや、いけるいけるいける。いや、投票やな。オッケーオッケーオッケー。セーフ！ああ、イヤホン取れた。ああ。イヤキャップか。イヤキャップっていうのはこれ。いける、まだ参るぞ、頑張れ相方。相方頑張れ。ここ誰かむか知らんけど、まあ七神でいいよ。もう七神でよくって、どうせ7番この後ポッドカスするから7番間でよくって、で7番カビまた投票、4番の結果貼って、4までどこ知られたっけ、2白が出てんのか、8白が出て9番黒が確定した時にそうなるよな。これは7神、絶対7神7巻で4が8か9どっちに、だだだ、どっちでもいいねんな。7噛んだ後に朝が来ました。7噛んでもあかんやん、無理やん、これグラナイナを入るやん、じゃあグレーナを入るやん、意味ないやんそれ。いや俺リア強してへんって。のプレイヤーは8番白、9番クーロー、いやー5番かなと、5番かなと僕思うんですけど、違うんですかね。違います、間違ってます。あの4番さんから黒打たれてるみたいなんですけど、もうこれで1番4番5番が西だった時はあの9番さん負けてますけど、うん、まあ、9番さんの下の中から1番芯だけを押してんしかもうほぼないんですよね。うんうん、はい、まあなんか5番でいいんじゃないかなと思うんですけど、9番、1番、狼、6番、狂人っていう視点は正直追いにくいっすね。はい。だからこれ正直。5番さんのマイナスポイントはもう僕にね、ずっと突っかかってることなんですよ。じゃあ突っかかってやるんですね、はい。おかしいってそれ当たったの。非常にマイナスですよ。うん。5視点、8か9、どっちが狼かわからねえか。わかるわけないよ、それ。6番の新規って4番が2番しないねんか、8か2、8か9、どっちが狼かわからねえから。突っかかって普通やろ。ゆうすけさん、こんにちは。そう、騎士7だよ、7。9番のプレイヤーは、あ、誘惑マーク見るのは分かる。はい、お願いします。まあ、あんまり、昨日と視点は変わってないかな。まあ、5番の視点は、5級のラン、5級のラン。よりかは、なんか6番が普通に偽に見えるっていう視点の方が、俺は初週から強かったから。まあ、それで3番が5番、6番だっていう主張だったけど、俺の視点はまだ、まあ、普通に6番、8番とかも普通に成立はしてたから、うん。なんとも言えなかったんだよね。一進で 6-2 とかもあったから、うんうん、だからそれよりもだからグレーで5番8、5番が黒いってよりかは初心に8番7番初心の指摘とかも俺は引っかかってたから、うん、それよりも、まあ、5番6番、5番の方が強いってよりかは6番が偽で落として6番の色結果が落ちず終わり2日目で、まあ、5番と6番のラインが見えるってよりかは結局1番4番で、まあ、1番の方が心象が良かったよね、どちらかというと。1番が狼強靭でどちらかの前日で5番をパンダにする理由も分からなければ、占い師に白打つ理由もあまり分からなかったから、1番が人外でっていう感じだったかな。何か見にくいか、もうちょっと配信環境とか。で、まあ、8番が昨日狼だった時、6番8番狼だった時、5番を釣って終わりみたいな進行じゃないと思ったから、8番狼っぽくないっていう精査を落とし、
まあそうなった時に残るがまあ5番、まあ、まあ村の風潮にもちょっと乗ったところはあったかな。5番6番っぽく見えるっていう村の風潮に対して、うんうん、5番が特別黒いっていうかは、まあ黒かったけどな。まあ、いや黒くないですっていう感じだったかな。2番今日5級のラインで変な割合で言ったら別にそんなって感じだったけど、まあシンプルに5番6番も見えるなっていう感じだったか。はい、いや多分だけどな。いや8番9番5番2番の発言聞いて多分超テンション上がったでしょ。上がるやろあんな。いやなんか6人人事4強とかあるか俺ないと思うけどな。ごめん。あ、自分の視点でやりやすい、やりやすくするためにこうやってやってた。ごめん、終わり。発言してください。うーん、マジか。これ負けたくないんすけど、まあ2番さんに説得するしかないと思ってるんすけど。いや勝ちます。まず5占った理由は最初から言うと、6が最後に8怪しんでたんすよね、うん、で僕目線6確定ローなんで、うん、6が最後に8ってことは、ハチはほぼ狼ないなと思ったんで、うん、5占って5黒って言ってたんですよね。9あれやろ。で、まあ、もう一回言うっすけど、2番さんは誰を真に見てるっすか、占いを。だから、それ6番の色結果次第で変わるから。発言精査から僕を真に追ってくれたら、2番さん目線5ロー確定なんですよね。うん。意味わかるっすかね。うん、まあもう一回言うけど、5がまず、6死んだ後に、じゃあ僕が黒打った後に5が4死んかってなんで決めつけてるの？言うてるやん、5番は6番の死んなんてないですよねっていう発言残してるからやん。うん、まずそこと、まあ、誰も言ってなかったんですけど、4番さん、1日目の2週目に1怪しいって言ってるんですよ。なんで死んやったらその発言出るんですか、怪しいっていう。1日目、1週目は別にええやん。出ないっすよ、1も怪しいって。うん、なんで、二番さんは、なんていうんですかね。まあ、どっちを真に見てるかと、発言精査っていうか、しっかりしてほしいっていうか、思考更新してほしいなと思うんですけど、今日五番さん行ってほしいです。いや、今日5級のランね、はい、5級のラン提唱できひんやつは人外やから。のプレイヤーは発言してください。行くんかーい！5行くんだけど、俺は前の段階で、1がもう、仕事終わってるでしょ。安定進行で再精査をしたかったっていう話をしたの。1が 100% 真っていう確約っていうのは、ないでしょって。ないやろ？村目線見えないでしょと。ないやろ？うん。6が白の可能性もあるし、あくまで3が色結果を見えた時が 100% 1の真かどうかっていうのは固まる盤面だと思ってたから、それが7番が守んなかったからバカだから。で俺やったら、ポムの木の、俺お金があったらポムの木のビーフシチューもらえた。負けたら負けたなと思ってる。あ、美味しい。だから安定で行きたいだけや、俺は。4番のプレイヤーは発言してください。あれ2番何言ってんの。一番さんは人外でしょ、うん、で、一番はね、うん、5オーガムでしょ、うん、4、7? 4は何なの、全く言ってないよ、一番。ん、うん、一番絶対人外、はい、しゃもちな食べていいよ。なんか嫌やな、俺子供いっぱい持ってるやん。やだ、俺のお腹に卵はないよ、脂肪しかないわ。5番のプレイヤーは発言してください。みんな都合のいいところばっかりね。なんていうの、把握漏れだの、決めつけおかしいだの言ってるけど、9番さんなんか今日6人いろいろ4強人あるのかなとか言ってんだよ、2番さん。大丈夫、うん、6人いろいろ4強人あるよ。6人いろいろ4強人もあるのかな、9番さん最後の発言で。ああ、合ってるわ。あるわけないでしょ。いいよ、言ったね、いいぞ。1芯で見てんだったら1が5に黒打ってんだから6にロロロ4強陣。いいぞ、それ、そういう考察もあったよっていう手やけど、すげえ熱動してる。いいぞ。というか、昨日の段階で、1釣れないのがやばい。それだ。PP 狙ってるようにしか見えない。それだ。いや、違う違う、PP 狙ってるのは7やから。7が悪いから、今回。全部7が悪い。4芯だった場合、もう9-1でしょ。うん。まあ今日1行ってください。なんで9やって、そこ。
クローザー、なんで木1やねん、あかんわ。あ、いやいや、1でもいいのか。いちごのランか、黒崎いちごのランや。ザッガッツ感染ありでテンチャットする人って、まあそれはよくわからんけども、あ、ラシの考えてることわからん。5番のプレイヤーが、ごめん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 、マジですまん、マジですまん、ごめん。村人の勝ちです。ジジイ。